ロッカールームですということで、今回高木豊さんご家族に、はいはい、参加していただいたんですが、はい、これはもうちょっと緩い感じで、ちょっとプライベートな感じでちょっと聞きたいので。もういつも緩いよ。ありがとうございます。いや、僕がちょっと率直に気になったの、いや気になることなんですけど、豊さん現役時代、車何台乗られてましたっけ？車は結構本当乗ったね。いろんな車。何台ぐらい？ 10 台ぐらいだからな。ですよね。もっとですよね。しかも高級車のなんか感じを。ですよね。まあでも子供たちは本当にいい車に乗せてたと思うよ。ああ。後ろとか横とかに。あ、そうなんですね。そう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 。3人は、トシは俺知ってんだけど、車好きじゃない？はい。めっちゃ好きよね。めっちゃ好きです。うん。2人はどうなの？吉明くんと大輔くんどうなの？僕は、ほんと最初全く興味なくて、うん。何でもよかったんですけど、うん。こう、車を買うっていう相談を父と兄にしたところ、うん。もうとんでもない車を、こう、見に連れて行ってもらって、うん。じゃあ何だっけ？いや、アウディだよ、アウディ最初。アウディか、あれ最初か。あれ最初。だからかあの、オランダから帰ってきて1台目だったから、うんうん、なんかお前金あんだろみたいな感じで、とんでもない車ばっかり試乗させられて、で、買いました、アウディを。あ、そうなんだ。買わされた形になったんだ。でも、そっからでもやっぱ興味は湧きましたね、大輔。ああ、そうなんだ。はい。で、の大輔君はどうなの？僕、全然車好きじゃないですね。ああ、そうなんだ。はい。年行きとかに聞きますけど、なんか、この車どうなのとか、やっぱ車詳しいんで聞きますけど、うん、あんま参考にしないし、うん、なんかどっちかといえば、こう、燃費とか、乗りやすい方がいいかなって感じの人です。なんか SUV とかの方が好きなんで、なんかあんま速いちっちゃい車とかよりは、うんうん、この自分も乗ってて乗り心地が良くてみたいな方が大事です。ちょっとあの豊さんの中で、はい、一番乗って良かったなって車何ですか？まあそれぞれ良さあるけど、やっぱポルシェがいいかな。911がいいかな。930も乗ったけど、はい、今911ターボだっけ、トシユキ？え？911ターボだっけ、今。今昔は930だったんだけど、ターボは。930って、うん、あれじゃない、その911のその当時の形の名前じゃない？あ、そうだ。だから930には乗ってるよな、お前ら、横に。930は、うん、なんかその記憶はすごい強い。ああ、だから930よりも911、彼らの方が好きだね。え、やっぱり一番いいかな。ああ、そうなんですね。そんだけ。彼らは、あの、ベンツの SL かな。あ、いい車。そうなんですね。そう。え、どうしよう？いや、僕も同じで、あれなんですよね、911なんですよね、ポルシェなんですよね。あ、そうなんだ。はい。でも、2人違いますね。吉明君とかは、だってそれこそアウディがあれだから、そんなある？なんか。いや、でも僕、家がずっとベンツだったの覚えてるので、うん、なんかこう、ベンツに乗り慣れてるっていうか、うん、そのベンツが一番落ち着きますね。今ベンツ乗ってますけど。あ、そうなんだ。はい。で、大輔くんは興味がないですけど、で僕それこそ一番最初自分で買った車がレクサスの、うん、あのハイブリッドの車だったんで、うんうんうん、なんかそんなにこう、まあ速いポルシェとか全然乗りたいとか思わないし、うん、でもその次この間あのゲレンデとかも乗ったんですけど、うんうんうん、なんかレクサスとかの方が安心するなって感じがします。ああ、そうなんだ。はい。あの、ちょっと車から話変わるんですけど、はい、性格的に一番この
豊さんも含めてなんですが、まあ、豊さんのことはあれですけど、まあ、3兄弟で短期なのって誰ですか？まあ、短期なのは吉明だよね。吉明は理不尽なことは許さないもん。年行きはまあまあそういうことがあってもいいんじゃないっていう。まあ大輔もどちらかというとそういうところがあるけど、吉明は理不尽なことは許さないもん。だからそこら辺は性格的にはきっちり吉明が一番してるかなっていうふうには思うけど。三兄弟の中でもそう思う短期、短期というかまあ気がちょっと短い感じの性格は。いやーどうなんですかね。短期みんなじゃないでも。どうだろう。いやでも3人で喧嘩になった時とか。ああるの？あ、ありますもちろん。でも言いくるめんのは簡単だなと思ってました。そしたら言いくるめんの簡単だなって。なんかいろいろ僕の方がこう口がこうペラ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 多分言えるので、だからなんかもう言うだけ言うみたいな感じでした僕が。怒らすとめんどくさいっていうのか、イライラするのは吉明です。あ、そうなんだ。口達者なんだ。そうっす、なんかもういらないことっていうか、なんかほんとこう自分でも分かってることをずっと言葉をバーって並べてくるんで、こっちも余計イライラしてくるっていうのはありましたし、でも僕あんま俊之と喧嘩した記憶がないんで、吉明とはもうほんと毎日喧嘩してたし、なんでまあその記憶はあります。そういう喧嘩は豊さん間近で見られてましたよね？いや間近で見てるけどほっといたよね。変な音がしだすのそのうち。はいはい。殴り合ってんなっていうのが、はい、そういう時はある程度したら止める。でもやっぱ殴られて痛みを知らなきゃいけないし、で殴ってやっぱ加減を知らなきゃいけないというね。だからある程度喧嘩はほっといた。すいません、最後電波が飛んでしまいました。ある程度喧嘩は最後までほっといた。そうなんですね。大輔はもう上がちょっと離れてるから、向きになってんのが分かるの。向きになって突っかかってんのが、でも兄貴たちははい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 みたいな、もうすっとかわすような感じだったから。そのなんか能力的に足が速いとか、こう身体的にこう一番三兄弟で誰が一番秀でてるというか、誰かな。それぞれ違うよね。まあ年行きは一番早いんじゃないかと思うよ。ああ、足がってことですね。で、体の強さは大輔が一番強いと思う。でも体の使い方は吉明が一番うまい。だからそれぞれやっぱタイプが違う。ちょっともう一つだけ、この豊さんがいない手でいてください。豊さん、あよ。はい。イラッとしたことないの？豊さんに、お父さんにこうイラッとして、もうお父さんいない手でもうちょっとこらみたいなこと一回でもないの？ちっちゃい頃とか。なんだろうな、あったかな。いや、ちっちゃい時は僕はもうちょっと怖いっていうのがあったから、そういうなんか反抗してやろうみたいな気持ちっていうのはあんまり芽生えなかったですね。反抗したところでっていうか、多分もう速攻でやられて終わるだろうなっていう感じだったんで、なんか親父もそういう感じだったんですよ。なんかあんだったら言ってこいよみたいな感じで、って言われたらもう無理ですよね、そんなの。勝ち目ないですよね。なるほどね。吉明くんとこ？僕はなんか
なんか夜とか仕事から帰ってきて家で暴れてると、うん、こうなんかお前らもあのスポーツウェア着替えてこいみたいな感じで言われて、うん、夜なんか学校の校門までタッチして帰ってこいみたいなのあったんですよ。おう俊之と僕だけだったんですけど主に、うん、もう結構な真っ暗ですよ本当に、うん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 、それで走ってタッチして帰ってこいみたいな、うん、タイム測っとくからみたいなのあったんですけど、うんなんだこれって思ってましたね何これみたいな何の罰ゲームだよって思いながら、うん、もう都市には多分言ってました何これみたいなあそうなんだ、うん、あいつやばくねみたいな感じで言っても都市は本当真面目なんで、うん、いや俺はやるよみたいな感じでなんだこの優等生だなと思いながら、うん僕は本当、え、わけわかんないんだけど、そう思ってましたね。あ、そうなんだ。はい。大輔くんは？いや、僕、サッカーのこと言われるたんびに結構イラついてましたけど、やっぱ。そうなんだ。いや、もちろん言ってることもわかってるし、自分も理解したい気持ちもありましたけど、うん、やっぱその中でもなんかこう、言われると結構イライラしてた部分は多かったです。いや、野球でしょっていう風なやっぱ気持ちはどうしてもあったし、うん、でも、だからって僕も言い返したりはしなかったし、あ、そうなんだ。もちろん言われてる、自分が言われていることも分かったし、それが正しいのも分かったけど、うんうん、やっぱ心の中でこう、ちょっと嫌っていう部分は多かったし、結構たくさんあったなっていう記憶はあります。え、めっちゃ性格出ますね。豊さん、めっちゃ出ますね。出る出る。やっぱそれぞれの性格を知って言わないとね、やっぱそこは考えながら、あ、やっぱあんまり比べることはしちゃいけないし、うん、やっぱ年上はこういう性格、吉明はこういう性格、大輔はこういう性格っていうのを、うん、やっぱこう分かって言わないとね、そうですね。だから年上は頭ごなしに言っても、うん、後で理解をしようとするわけね、うん。で、吉明は最初に理解しないと体が動かないタイプなの。で、大輔はわざとイラつかすの、そうやって言って。おー、はいはい。うん、そしたら、こう、反骨精神があるから。だから、わざとサッカーのことを分かってる、分かってる、分かってる、分かってるって、そんなこと言わなくても分かってるって、くっそみたいな。それをブランドで出せるタイプだから。だから、わざとサッカーのことをこう言って、うん、これ嫌がってんなみたいな、うん、でこっちもちょっと向きになっとけみたいな、うん、でお前はそんなのやってみろよ、ね、そんなのやってるよみたいな、うん、でグラウンドで見に行くとやるという、ね、うんうん、なるほど。だからあの しゃべり方もしっかりとしてんですね。もうシャッカーなんとかだしなんて言ったらうちじゃダメだもんな。しっかりちゃんと答えなさいって言ってたもんな、みんなに。うん、だからみんなのインタビューは本当に俺が聞いてても、はい、深いゼロ。ああ、そうなんですね。そうちゃんとしっかり喋るなっていうふうに思ってる。家族で集まったりするんですか？まあ今は正月ぐらいかな。そうなんですね。じゃあちょっとあのサブちゃんなんですけど、こんなご家族で出ていただくのってないので、もうこの時期だからこそなので、ちょっと、こっぱずかしいかもしれないですけど、ゆたかさんはそれぞれにメッセージをお願いします。こんなことないので、だからいない体で言ってください。3兄弟もいない体で。まあ、とりあえず長男俊之には、はい、まあ腰の手術もあったし、はい、まあ、この時期を有効利用してね、はい、完璧にし、もっと自分に自信を持っていいね、もっとずうずうしくあってもいいと思うし、まあもっと自信を持ってれば、自分がわがままであれば、もっといいプレーヤーになるかなっていうふうに、これはもう昔からそうだけどね。で、吉明はもうとにかく
上に上がってこないとね。やっぱ俺は J2 の選手じゃないと思ってるし、だから早く J1 のどっかでプレーしなきゃいけないというふうに思ってるから、だから、まあ高みを目指すというかね。あとはちょっともう小さい頃から分かってたんだけど、膝がね、膝を絶対ケアしろケアしろっつって、ずっと言い続けてたんだけど、やっぱもうその膝を完全に故障する前には上でやれよみたいな。まあそんな感じかな。で大輔はもうとにかくゲームに出なきゃ話にならない、ね、プロとしてのキャリアがもったいない、でできるのに、だから大輔もわがままであってほしいね。ここしか俺できないって、もう本当に俺小さい時から見ててトップの選手だもん、一番前最前線というか、で大輔の一番いいところっていうのはやっぱ勝負強さっていうところがあるから、そこをやっぱりこう監督連中はどこ見てんのかなって俺は腹の中で思ってる。だからバックの選手ではないし、もう本当にね、吉明と組ましたら必ず点取ると思うよ、大輔は。兄ちゃんはちょっとあれかもわかんないけどね、合わないかもわかんない。言ってましたもんね。合わないかもわかんないけど、吉明は大輔の動きを見てたら、絶対そこにピンポイントで合わせるよ。セットでお願いします。ありがとうございます。じゃあ関係者の皆さん三兄弟の皆さんはお父さんに向けてお願いします。で大輔くんから行こう。最後長男やから、トシ最後。ありがとうございます。まあいつも僕らの試合を見て、なかなか活躍できてない時とかもちろん連絡くれるし、点取った時とかも毎回連絡くれるほどやっぱ見ているのは僕らもすごく嬉しいし、まあ今はね YouTube だったりいろいろ頑張ってるとは思いますけど、まあ僕はずっとやっぱりこう野球にまだずっと携わっててほしいなって思うんで。まあ、YouTube もそうですけど、まあ、プロ野球も始まったらまたDAZNとかの解説とかも楽しみにしてますし、こういう時期だからこそ体に気をつけて頑張ってください。いや次じゃあ吉明君お願いします。まあ本当に今年で、あれ大丈夫ですか？大丈夫大丈夫今年で、僕プロ10年になりましたので、本当にもっともっとプロとして活躍できるように頑張りたいと思ってますし、まあ本当プロ10年やって思うことは、本当にプロとしてやってた父親がいたから今の自分があるなと思うことも増えてきてたので、これからもっともっとリスペクトして、こうサッカーのことだけ、スポーツのことだけじゃなく、まあ父親としてのこともたくさん相談したいなと思ってます。じゃあ最後長男よし頼むぞ、大輔くんお願いします。頼むぞ。いやそうですね、まあまずはもう本当に僕が、まあ、さっき吉明もプロ10年経ってっていう風に言ってたんですけど、まあ、僕もやっぱり僕がこうなれたのも、僕は特に本当に父の、おかげだと思ってるんで、本当に一番苦労をかけてるし、そうですね。まあ、だからこそやっぱり、結果で、僕が長男として答えたいなっていうふうに思ってるんで、やっぱり高木家で、一人目の、まあ、代表選手になれるように、これからは本当にもうそこを強く意識して、自分を変えて、まあ、まだまだ不十分ですけど、まあ、頑張っていくんで、まあ、これからも、まあ、そんな自分たちを応援するために、しっかり健康に、健康第一で、もうとにかくここからは
健康第一で長生きして自分たちのプレーを見てもらいたいなっていうふうに思います。うん、素敵なメッセージありがとうございます。なんかさ、はい、ゲーム中に死ぬみたいな言い方ちょっとやめてくれる。いやマジで、でも本当に大丈夫かなっていうぐらい、うん、久々に会うとすごい体大きくなってたりとかどん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 なんか健康そうな感じに見えてきちゃったんで、ちょっと自分はそこが本当に心配だったんで、うん、まあでも最近見てたらインスタとかでも結構血上げてるんですけど、うん、まあ食事の管理とかも結構やりだしてるみたいなんで、うんうん、まあそこは僕も一緒になんか励まし合いながら、うん、やっていけたらいいなっていうふうには思ってます。うん、豊さん嬉しいっすね、なんかこういうのって嬉しい嬉しい。去年のオフなんかさ、長男次男と一緒にがっつり酒飲んだんだよね。あ、そうなんですか。大輔だってこうがっつり飲ん、あ、大輔がっつり飲んだな。俺が多分一番飲んでんじゃない、うん、そうだな、あ、一緒に、うん、いや、でも俺が連れてった店じゃないからさ。うん、でもまあもうお酒飲むと楽しいよ。本当に個性が出る。まあそうですね。まあそうやってたまにしか会えないですもんね、家族で。今は。はい、うん。ラジオとはサシで飲んだことないからね。うん。だからちょっとサシで飲まないか。うん。いや、なんかもう高木家のこのなんか素顔っていうか、めちゃめちゃキャラクターもそれぞれ三兄弟で違って。うん。サブチャンでなんかすごくいい言葉が聞けて、メッセージが聞けてすごく良かったです。サブチャンをメインに持ってった方がいいかもわかんない。はい、いや、ほんと素敵な言葉だったんで。いや、ほんとありがとうございます、長々と。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。